水でも今度は窓を飛び越えながら降下する容量を展示いたします。どうぞご覧ください。次に応用的な懸垂の容量を展示いたします。この懸垂は地面に向いて降下することで迅速に射撃できる体勢を取りながら降下します。どうぞご覧ください。